スタミナがやばいブライトン勝とうよホームにさ駆けつけてくれたサポーターに勝利を届けようよ本当にさペナルティエリア外から1ゴール以上決める絶対無理なんだけどそれやりましょうマッチデート何点今日これ強化目標かっていうかこの試合超エネで行きますよ俺本当にやばいうわ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 そんなの決まってたらもう俺やめててよ今日 FIFA もう一切やる気なかったね今も決まってたら危ねえとこだったよえーララーナ引退検討中マジで引退しないでなんかカイセドが言ってたよねなんか将来監督になりそうな人はっつってララーナだって言ってたのを見ましたなんかずっと声出してるみたいな <laughs> やべパス容器しちゃったあよかったふかしたサッカー選手ってさまあ結構ちゃんとなんか声出すじゃん ピッチ上でめっちゃ叫ぶやんえまだ出てそんなカイパスくると思わなかったおらマジかいこんなチャンスを決められないなんて恥ずかしいですさあ三笘はこれ決めんじゃない逆にうーんショーシュートしちゃったわサッカー選手って声出すじゃんめっちゃでピッチ叫ぶやん 喉強そうな人多そう喉強いんかな声枯れないのかな枯れるよな絶対喉あんま強くない人とかもまあ中にはいるだろうしめっちゃ枯れそう声で <laughs> 枯れて声でなくなったらどうなのかええうますぎんコンピューター強すぎないレジェンドってこんな強かったっけ俺結構レジェンドなんか弱いと思っちゃってたんだけど 強いかうーんまずいですねこれ本当に降格しちゃうんじゃないのこのままだと結構危ないと思うよこれ今状況的におい待て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 若干審判のそのオレンジが相手の違うんだけどオレンジ相手も入ってるから若干見づらさあるっていううわーどこにパスしてんのメンデさ メンデスさあめちゃめちゃその攻撃性能はいいんだけどなんか守備がちょっとあ,あ守備がちょっとっつったらやっぱね言われて火がつくタイプかなあ終わったな危ねもうシュート、相手のシュートモーションに入った瞬間もう終わったなと思っちゃうタイプあ、思い出したクリステンセンお前なんか三笘のことをやったななんか覚えてんぞ俺この試合でもちんちんしてるよおめえよおこいよ お前スライディングでしか三ま止められねえだろおいおやるなうん前半終了か早いなサウサンプトンの成績が気になりますね成績というか今どうなってんのか試合中なんか分かんない同じ試合に同じ時間に試合してるかちょっと分かんないけどはい何やっちゃってんのようーん どうしちゃっしゃたのかなんか危ない方向にしか行かないなこいつらもうちょっとさあピッチ広く使おうよなんかさすごいリスクあるところにドリブルをし,していくんだけどしかもそんな自陣でさあもうこのパスで青オサか出てたかいやそれは気合い入ってる いや危ねえ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 ちょっと大丈夫か怖いぞ怖いよって言ったよねだいぶハマってな、ね、いよし超攻撃的にしてるななんか攻めのフォーメーション選手配置に変えたんかな知らんけどしっかりやってくれよ監督 最初からその攻撃的な感じでいいんじゃねえかもう,もうこのチーム。はいもうなんで変えないんだよ、三笘は。まだやれる、まだやれる。これ、マクアリスサからのなんかあるよ。うわ、無理か。うわ、三笘じゃ無理なんだよ、そこは。ああ、なんとか、なんとか残した。うーん、マジー。 そりゃ、機敏じゃねえか。ああ、おら、あんた、おにゃら。今のプレイヤーよ。<laughs> マーチにそんなことしないで。マーチは三笘の味方。やばい、終わったかもしんない。ああ、さすがにそれは入んねえよな。うわ、三笘交代。もう、ダメやん、全然。コンピューター強いんだけど、急に。さあ、そのまま終わって負けたと。ああ、わかんない、他のとこは。めっちゃ悲しそうな顔してる。 こんな悲しい顔させないで。さあ、いろ,いろ上がりそう。 守備とかよりもね、もうちょっと攻めに関してのものがどんどん上がってほしいんだけど。アクティビティもなんかあるんじゃないの物議を醸す監督の再判出た出た、またこれか。もうこれはちょっと監督批判しましょう。いや、練習増やそう。これはもう練習を増やすしかない。みんなのなんか意思疎通をもうちょっとちゃんとできないとまずいですね。よし、これも買って、農地の区画、久々のショッピングに心を取らせる男。デゼルビエの批判高まる、これ。ちょっ三笘をさ、秘面にそういうことやんないでくんないうわ、待って、ニュース記事削除されてるわ。うわ、削除され てこれ、ね、多分三も代理に動いたな。削除しろっつって。さあ e スポーツどうちょっと稼げた。5万1000投資して5万9000の収益。高が知れてるっちゃあ高が知れてるけど。違うわ、こっちだわ。れスマホアプリで何見てんだろ。普通になんか e スポーツチームにやれしちゃってよ。投資しちゃった間違えて。えっと、5万1000で5万8650回収。うーん、どうなのこれって。微妙じゃない実際。なんかめちゃめちゃ大金使いてえな。20、100、1000、10万、100万。やば これでも510万ないと無理だ再生可能エネルギーへの投資サッカーやれそんなに投資する前にじゃあ次クリスタルパレス戦行きますかその前に順位まだ大丈夫だうわでもあと1だ勝ち点1差まずいぞ本当にこれ勝たないとクリスタルパレスさあクリスタルパレス戦はねだいぶこういう演出入るようになってるんであっきやな整備してますねちゃんと サポーターも来てます。どんどん入場してます。この試合かけてますからね、だいぶ。走ってる。急げ、急げ。ああ、クリスタルパイス、前回は負けたような気がする。確か、ザハンにやられた記憶がありますね。パス7回通す。これ、強化目標10ね。最高10まで行けばいいと。まあ、でも、最低7。通していきましょう、パスは。しっかり、どんどん。いや、ちょっとこれ、本当に勝ち点3が欲しい。 サウサンプトンがこの次の試合この説の試合を多分勝ったらもう終わりだからなやばパースがちょっと多かった最悪やはいザハはいザハもうやなザハもうザハゲージャークリスタルパレスこれブライトン降格っすねうーん なんかもう勝てる気がしません正直 <laughs> 大丈夫かなこのチームなんかね完全に自信を喪失してるようなプレーがね結構見られる味方ああ,ああちょっと微妙だな運だは別になんか裏抜けするタイプでもないしな正直あ,あ終わったなあ,あこれボコされるな これは、ぼこされますね。そんな未来が待ってるような気がします。ちょっと本当に本格的にまずい。めっちゃ顔でかいガキ板。マジかよ。比率が合ってなさすぎだったぞ、今。完全に大人の、大人の顔の作りでこのゲーム、あれ、作っちゃってるよ。体は子供で、頭は大人のままみたいな。頭の大きさ。よくないだろう。うーん、なんかマカリさんパスしてくんないな。 うわ、惜しいな。ザハにハットトリックされる未来が見えてるんだけど、俺には。んーなんかさ、分かるなんか適当だよね、シューうわサール。マジで何この両サイド怖いんだけど。サール、ザハとか言って。まあ、これはもう負けを認めた方がいいわ。とりあえず。ちょっと無理です。 こっからどうこうすんのは1点取れるか取れないかみたいな話だからなこっちはもうもうね、これ打つうんもうどんどん打っていこう、うんパス出してお打つうわ入った <laughs> 入ると思わなかった入ると思わなかったやばいやばいちょっとあお前邪魔だお前よしほら <laughs> もう一回行けもう一回行けもう一回いけ <laughs> 今ので2ゴールになんないかな今のでなワンチャン2ゴール扱いになんないかなルール変わって特別ルールいや入ると思わなかったよしよしよしやっぱ打つこと大事だなほんとにシュートを打つあ終了間際エフェクトかなこれなんかそんな気がしました今ちょっとエフェクト効きすぎよエフェクトを使っていこうどんどんサウンドサンプトのレスターかレスター勝て 頑張れ。レスターを応援しちゃうさあザハにハットトリックされるかブライトンが追いつくかザハがハットトリックする確率70%ブライトンが追いつく確率30%意外と高いでしょ諦めてねえってことだよはもうバカ何やってんのって俺 <laughs> えっアールが決める確率90% こっちを計算するの忘れてたいやあちょっと待って俺のさあの悪口のレパートリーが少なすぎてさ普段悪口言ってないことがバレちゃってるんだよねこれ,これバカしか言ってないからねバカアホドジマ抜けうん悪口人の悪口ってマジで言わないからさ <laughs> どれが悪口なんだ分からん普段から悪口言ってる人の気持ちが分からん 4対1かちょっと今スコアなんかチラッと見て悲しくなっちゃったな悲しいですほんとにやんだよ三笘であるんじゃないのあパワーシュートだったらマジでワンチャン入る可能性あるからじゃあ三笘ちょっとトラウマ克服のためにいますオぶの これはビッグセーブあザハ変わったあザハがハットトリックする可能性0%まで下がったな一気にいやいいよよしワンチャンじゃないこれうんなんでニアというかそっちだったファーだったら可能性あったんじゃないキーパーのポジショニング的にも適当なパスナイスクロスマーチのクロス見せてよ おらあ全然消防士シュート恋に反あの比例しないペンテコシュートだったうーんボコボコですねこんなにボコされたこと初めてなんじゃねえかな多分クリスタルパレスに相性悪いんかなでもマウザ・マッチっていうねこの皮肉さ何なんだろうか三笘は頑張ってるよ 正直、決めると思わなかったゴール。あここもほぼ、こだ。あ、でも、あれか、メンデスのパス。メンデスアシストじゃん。いやシュートうまかったな。俺、プラス15だよ。こんな、はい、ボコボコにされて、ね、うわ、めちゃめちゃ悲しそう。そんなに落ち込むっていうくらい落ち込んでるよ、三浦。もう、ダメかもしんない。あメンデスになって、もう、頭抱えちゃって。監督もやっちゃったな、みたいな。 しっかりしろこのお前らコー値上げていきましょう。フィニッシュ上がってなかった今。攻撃ポジションが上がったのか。ああまたダービーでの敗戦。もうこれは戦術に問題があった。もう監督をどんどん批判していく。染まっていく。闇落ち。この悲壮感漂う中、次の相手はチェルシーということで。 っていうか、待って、クリスタルパレスって、クリスタルパレスもしかして最下位だったもしかして。最下位で、ボーンマスはもう100%広角やん。サウサンプトン、クリスタルパレス、ブライトン、ブレントフォードで残り2枠を争ってんだけど、とんでもねえな。もう長らく勝ち点ん取れてないですからね。ここで勝てたらもうジャイキリ、かまします。